どこで作ってるんですか？これゴールドコーストのへぇー。で、それをお塩で揉んで、ここにお酢と蜂蜜を加える。そうすると腸に玉ねぎとお酢と蜂蜜が全部取れる。しかも1回作ったら1週間ぐらいずっと食べれる。良かったです、良かったです。いい状、いい状態作らないんで。500cc の水に75g の塩が入ったものですね。完食。初めての。もう最初から作ることはないな。